多治見市はこれまで企業誘致を積極的に進めてきました。いよいよ4番目に決定をした企業名は日本外資株式会社です。これまで多治見市は粘土鉱山の跡地を使って環境に大きな負荷をかけない、大きな目的は2つです。多治見市に税金が入ってくること、若い人たちの働く場所があること、この2つを目的に今回4番目に日本外資株式会社企業誘致を成功をさせました。ものづくりが欲しいというようなこと、多治見市の水道会計には大きく期待ができる。1日1000トンの水を使いながら日本外資株式会社は開業時平成30年には新規50人の募集をいたします。ぜひとも期待をしてください。